にかく全員ぶっ潰す。はい、というわけでどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、実装されましたコウズキアンナさんについてキャラクターの評価をねやっていこうかなというふうに思っております。どういうキャラクターかと言いますと、ユーマのかつてのクラスメイト、ひょんな勘違いからユーマ復讐相手として付け狙うが、それが誤解と分かった後もたびたびユーマに絡んでくると、はい、で思い込んだら止まらない本人の性格に合わせてかどうか分からないが、超ド級砲塔おっぱい間違えた、超ド級砲塔列車グスタフマックスを軸にした列車デッキを豪快に操るというキャラクターなんですけども、まずですね、お胸の方、お胸の方がですね、欲しいことなっておりまして、一個言いたいのは、もっとでかかったんですよ、本来は。原作の方では、こちらのお胸の方、もうちょっとでかかったんですけども、ちょっとですね、しぼみまして、なんてか知らないですけど、リンクスになったら、なんか、ちょっと若干ランクダウンしてまして、なんか、ちょっと頑張って一応レベル35にアップさせたんですけど、レベル35にアップさせたところでランクアップしなかったんで、このお胸の方が、このゲームはクソゲーですね。はい、で、元々は非常にお胸の方が大きいという、もうたらたらでかいというのが有名で、まあ、どう考えても子供向けのアニメには必要ないくらいでかいと言われてたんですよ。でもうさすがにちょっと中学生ではこのでかさ意味不明っていうことで、そのファンのからは通称超ド級ホーミーおっぱいと言われておりました。はい、で、IQ めっちゃ低いです。はい、IQ 星1、基本的に頭がめっちゃ悪いですこいつは。だから可愛いんですけどね、記憶力もほとんどないですし、空飛ぶなんかそのバズーカみたいなフライングランチャーってやつ持ってるんですけど、うまいこといつもそのフライングランチャー操れずに、なんかいつも電柱にぶつかったりとか、学校のなんか壁ぶっ壊したりとか、なんかそういう感じのキャラクターなんですよ。で、そもそもユーマに対してなんかそのひょんな勘違いって何かっていうと、もともとユーマのことが好きで告白しようとして、なんかその小学生ぐらいの 時なのかな、なんか呼び出したらなんか約束をユーマにぶっされたからっていう理由でなんか切れてるんですけど、そもそも告白しようとしたやつユーマじゃないっていう、シンプルに記憶喪失になってるんですよね。なんかその確かね、告白しようとした人はなんか、つくねゆうやくんみたいなつくもゆうまじゃなくてつくねゆうやくんみたいなやつで、なんかつくもゆうまと勘違いしてるっていう、まあ、ちょっとバカなんですよ、つまりバカ。はい、まあ、正直名前紛らわしいつくねゆうやも、まあ、どうかって思うけど、まあ、使ってる時は列車デッキなんでめちゃくちゃ脳筋で、列車デッキはねかなり強いです。先日非常に分かりやすいですし、列車自体が結構強いので、よかったらね、マスターディールの方のデッキ作ってある動画あるんで概要欄に載せておきます。はい、で素直さ星1だね。素直じゃないんですよ。さ、好きな子をいじめちゃう人いるじゃないですか、小学生ぐらいのところ好きな子を、まあ、本当にその素直になって好きだって言えずに、なんか好きな子のことをいじめちゃうっていうタイプ。こいつはユーマのことがすごい好きなんだけど素直になれないんですよね。ユーマ俺と勝負しろっていつも突っかかってきてるんだけど、多分ね、おそらくね、本当はユーマにその、まあ、そのおっぱいを揉んでほしいだけなんじゃないかなっていうふうに思ってます、個人的には。はい、アンナさん、僕のグッサフマックスと一緒にオーバーレネットワークを構築。はい、冗談はこの辺にしまして、まずレベルアップ報酬から見ていきたいんですが、結論から申し上げます。レベルアップ報酬星1です。まあちょっと面白いカードは多いとは思うけど、正直その環境で使えるかと言われると、マジで使えないカードが多い。モンスターエクスプレスとか、このエレガントタイタニックとか、あんまちょっと使い道いまいち分かんない、なんかあんま強くないモンスターがいっぱいいて、でちょっとこれさすがに弱いなと思ってて、まあ一応これはなんか面白そうな効果はしてるんだけど、サザンクロスっていうこのカードは正直弱いね、正直弱いと思ってる。そんなに強くないと思ってるんだけど、これは悪用できると思う、多分いろいろなんだけど。じゃあなんで星1かっていうと、後でやんだけど、スキルめっちゃ強いのあって、この爆走列車っていう、このスキルバチクソ強いんですよ。このスキルが、レベルアップ報酬でゲットできるんで星1にしてます。もともとレベルアップ報酬はなんか星マイナス5くらいかなと思ってたんですけども、この爆走列車っていうスキルがレベルアップ20でゲットできるんで、合格点だなと思って星1まで上げました。これでも貸し出せ、これ貸しだから、これ貸しな、うん、
で、まあレベルアップ報酬はね、そのレベル20のこの報酬はちょっと後でやるんだけど、これがめっちゃ強いから、正直この光月アンナっていうキャラクターは爆走列車スキル引き換え券だと思ってる。なんか個人的にはいいかなと思った。だからレベル20までレベルをアップするだけでこのキャラクターの強さを、まあ、最大限引き出せると思うんで、皆さんもぜひねゲットしてレベル20までは上げていただきたいというふうに思ってます。で、スキルなんですけども、まあ、結論から申し上げると、まあ、スキルも星2くらいですかね。星2くらい、まあ、1から2くらい。正直この爆走列車っていうこのスキルはマジで強いです。先にちょっと固有スキルからやっていくんですけども、爆走列車、このターン自分はモンスターを通常召喚する場合に必要なリリースがなくなると。だからまあ単純にポン出しできると、モンスターを昔あった三星攻殻とか、あんな感じ、スターブラストみたいな、あんな感じのボーンっていきなりディガルドン出せると。でさらにこのターンに自分が通常召喚したモンスターの効果を無効化される、まあ自分だけスキルドローインみたいなね。だからナイトエクスプレスナイトとかを召喚したら普通にその打点が3000のアタッカーとして運用できるし、まあ、このスキルはめっちゃ強いです。まあ、スキドロ列車っていうギミックが結構強いんですけど、まあ、あんな感覚で、このスキルは以下の条件を満たしたデッキを設定してデュエルを開始した場合にデュエル中に2度まで使用できますよっていうことで、縛りがね、まあ、最近のスキルあって多く、モンスターが10枚以上存在していて、モンスターすべてのレベルが4かまたは10と。で、モンスターのすべての攻撃力1800以上の機械で使用してモンスターってことなんで、まあ、ほとんど列車でしか使えないかなっていう感じ。まあ、無限起動とかは入るかもしれないけど、まあ、ほぼ列車でしか使えないかなっていうスキルなんですよ。だから、多分ね、列車デッキ組む方は、まあ、このスキルに多分100人が100人になると思うわ。100人いたら150人くらいがこのスキル使うと思う。うん、ぐらい強い。まあ、縛りはきつい代わりに、まあ、めっちゃ強いスキルっていう感じですね。よくある、最近の。はい。で、まあ、これに関しては、まあ、あんまり言うことじゃないのかもしれないけど、正直、コナミがビビりすぎて、最近、そのスキルぶっ壊れスキル、なんか作るの恐れてるんですよね。だから、とりあえず、一旦まずめっちゃ縛るっていう、これ、最近のコナミのあるある。はい、で、まあ、ちょっと固有スキルからやってるんだけど、他のスキルね、正直そんなに強くないんだよね。まず、機関出力限界突破。自分のフィールドの機械族、持続性ランク10のモンスター、エクシズモンスターか、一体を選んで、っていうだから、下に、素材として持続性機械族レベル10のモンスターを重ねられるよと。でこのターンそのエクシズモンスターが貫通能力を持っていて、でターン初終了時にはエクシズモンスターが墓地を食らっちゃうよっていう感じなんだけど、一応そのデリックレーンとかを素材にして、列車、出して、で貫通能力を持った、グッサフマックスみたいなのが出てきて、でコンセントレートとか打てばワンキュー取れるんで、まあ、悪くはないかなと思いますけど、さっきのそのこの爆走列車っていうスキルがあまりにも強すぎて、まあ、これ以外選択肢あるのかなっていうレベルですね。列車使うんだったらね。で、機関連結、これもね、このカード結構面白いですよね。自分の、手札から、機械族持続性レベル10のモンスター2体を墓地を送ると、デッキ外から機関連結っていうカードを手札に加えるよと。でこのスキルはデッキのモンスターが機械族持続性レベル10のモンスターのみの、デッキを設定しないといけないよっていう、まあ、そういう感じですね。まあ、レベル10のモンスターのみなんてかなりきついですね。フライングペガサスとかも入れられません。レベル4のモンスターとかも入れられません。レベル10のみっていう、もう自己不可避みたいなね。で自分の墓地のレベル、墓地のレベル10以上のこの機械族モンスターに除外したら装備できるこの機関連結っていうカードは、貫通能力プラス打点が倍になるよっていう、まあ、そういうカードなんですよ。だから、まあ、コンセントレートみたいなイメージで、貫通させてくるんで、かなり強いですね、これに関してはね。はい、なんで、カード自体はかなり面白いけど、ちょっと縛りがきついので、あと、コストも重いので、まあ、使えるかどうかは分からん。まあ、ただ、まあ、使えないと思う。で、献身的な、これはタッグデュエルでのみ使用できるっていう。原作でね、アンナちゃんって、まあ、となんかタッグデュエルをするシーンがあるんですよ。まあ、それの原作再現みたいな感じですね。自分のドローフェーズ前にドローを放棄して、次の、パートナーのドローを2枚にするっていう、まあ、面白いスキルですね。これは、まあ、そのタッグデュエルとかの時に使えるかもしれない。ちょっとまだ分かんないね。タッグデュエルがほとんどないから、このゲームには。はい、で、これ、深夜急行、ね。このスキルを使用したターンの終了時に機械族持続性レベル10のモンスター1体をデッキから手札に加えるよと。で、スキルを使用した後、次の自分のドローフェーズが2回スキップされる。しかも縛りもあると。これはさすがに弱いと思うわ。まあ一応手札コストにはなるけどさ、ターン終了時にその持ってこれるんだったら、カードをね。なんだけど、ドローフェーズ2回スキップされるはさすがに弱いかなっていう。まあ、カード1枚増えてるんで、一瞬強いですよ。インガー切断のコストとか。サンダーブレイクのコストとか、まあ、いろいろできることはあるかもしれないですけど、エンドフェーズのサーチがさすがに遅いっていうのと、まあ、次のドローフェーズが2回スキップされるんで、次、相手のターンでなんか何もできなかったらマジでクソ弱いし、っていう感じなんで、ちょっとあんまりかなとは思います、個人的にはね。で、早朝特急、自分のライフポイントが1000減るごとに、自分のドローフェーズの、通常のドローの前に、
通常のドロー1枚がデッキから選んだ機械族地毒性レベル10のモンスターになるよと。もうこれは面白いですね。あの縛りもまあある程度緩いですし、あのコズミックサイクルもまあバチコリと、ぶち込んだ後次 の, あの自分のターンのデッキトップがね確定モンスターになれるんで、まあ、割と悪くはないかなと思いますけど、さっきも言ったようにこの爆走列車っていうスキルが強すぎまして、まあ、これ以外なんか選択肢あんのかなっていうレベルですね。はい。で、まあまあでも悪くはないです、このスキルは。はい。で、超暴走特急。自分のドローフェーズ前に、ドローフェーズ時に通常ドローを行う代わりに通常召喚可能な、機械族持続性レベル10のモンスター1体を効果無効にして手札から出すと。まあ、要は、ドローができない代わりに出せますとですね、モンスターを。で、このスキルの使用後、自分のバトルフェーズになるよという、スキルなんですけども、まあ、これも別に爆走列車使って手札からモンスター展開して、そのままバトルフェーズ入ればっていう話なんで、まあ、多分これ介護官みたいな感じありますね。多分弱いです。はい。で、暴走列車力。これが、あの初心者、まあ、初心者には、無課金救済、なんかそのグサマックスとか新パックで出るんだけど、まあ、向けない方のために一応こういうモンスターがいっぱい入るよみたいな感じのデッキですね。まあ、悪くはないですけど、まあ多分普通にこの爆走列車強すぎ問題が発生してるから、これも正直影が薄いかなっていう。で、汎用スキルはまああんま使うことないかな。アタックチャージとか、ドローセンスハイレベルとか、まあ、これはまあもしかしたらあのデスペラードのデッキとか組めるかもしれないですけど、あんま強くないかな。レベルコピーとかレベル上昇も今ライフモンスターなんで微妙だ だし、あまりこのスキルを使う環境デッキってあんま思いつかないですよね今。まあこれから出てくるかもしれないけど、正直今の段階では微妙なんで、マジでスキルもこれが一番強くて、これ以外価値はそんなないし、あのレベルアップ報酬もマジでこのレベル20でこのゲットできるこの最強スキルがあって、それ以外はあんま価値ないっていう感じなんで、あの一言で言うと本当爆走列車引き換え券っていうちょっと悲しいですけどね。で、一番悲しいのはやっぱり何回も言うけど、このバストが縮んでしもてる。縮んでしもてるっていう、これがかなり悲しい。本当に。うん。ちょっとコナミはね、これに関しては反省してください。俺たちが一体このゲームに何を求めてるのかっていうことをもう一回考え直してほしい。うん。あ、求めてない。あ、そう。俺だけ？あ、そう。ごめん。ということで、総合評価は、正直、星、1.5 くらいですけども、 1.5 から2くらいなんですけども、ただこのスキルはマジで強いから、このスキルだけは取っておこうっていう、まあそういうキャラクターですね。はい、以上です。参考になったら嬉しいです。また心拍解放送でお会いしましょう。じゃあね。